はいどうも皆さん、晩おはにちは、どうも緑あいすけです。ということで本日も深夜放送をやっていきます。はい、ということで今回は深夜放送の怖い場面をねしっかり収めていきたいと思います。それといろんなエンディングが多分あると思うんで、それが見つけられたらそれも見ていきたいと思います。あまりね驚くアクションはないかも、もう慣れちゃったからねということで初めからいきましょう。幽霊なんですけど、最初からいますね。ってことで一つ目いきましょう。まずこの人ですね、多分オーナーだと思うんですけど、コンコンコン、こんにちは。このまま開けてみるか。すす、どこでいなくなるのか。まだいる、いる、いない、いるいない、いる。はいはい、取ったらってことか。これで出るといるここにいるんですね今、うん。まあ、てことで壊しますか。で最初の怖いところが来ますと、テープゲットでバーンってなるんですけど、その時後ろ向いたらいるのかな。あっ、あ、そういう感じ。わあ、びっくりした、いるんだね。さあ一つ目見たところで何も起きなかったんで、二つ目いきましょう。ここ見ることはできないっぽいね。まさきのホラーの話。ガラ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 。まあ、ここから先イノシシが出てきます。3番目ぐらいの怖い場面ですね。まあ正直びっくりしますね、あれがびっくりする。さあイノシシとぶつかりましょう。ゆっくり行くとぶつからないとかあるのかな。ちょ、ゆっくり行ってみよう。やないかい。じゃあ入りましょう。あ、ここでも車が来るんだ。この音だよね多分。ここはなんだろうね。何かがあるんだよね。で戻ると多分車が、あったあったあったあれですね、はい、予想します。あの車事故ります。止まるんだ。ということでここからなんですけど、次が多分一番怖かったであろうポイントが出てきますよね。はい、そこなんです。ここにまあ出てくるんですよ、後ろにバーって。そう、それがいつから出てくるのかをちょっと見ていきたいと思います。あ、来た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 よ。来たよ来たよ。車が動かない。まだ大丈夫か。ここからだよね多分。ここ下って、ほら来た来た、早い早い、掴むことができました。おばさん大丈夫？そう言うと看護師はこちらをぎろりと睨み消えていきました。お、エレベーターには何も覚えていないおばさんと二
2人だけで乗っており、 B2 のボタンが押されていました。後から知ったのですが、男の子が、僕が苦しくて痛かった時、何してたの？来るか？そんな風に言ったような気がした。あれいいんじゃない？慌てて病院に入ったが、もう手遅れだった。私は兄弟の名を叫び大声で泣いた。どうして？その瞬間、僕が私の中にスーッと入ってきた感覚があった。それから兄弟は私のそばで私をずっと見ている。ずっと。ずっと。お、ここね。お、来ました、来ました。来たよ。まさきのホラーの話。ちょっと外から見てみるか。最近このラジオの反響がすごくて嬉しいばかりです。ありがとうございます。ということで今回も読んでいきますよ。はい、今回もおなじみラジオネームとうこさんからです。怖え。よしよし、回ってみよう。いつもみたいに誰のお話か今回書いてませんね。まあ読みますね。両親なんて最初から見ない。そう思っている。弟を私は守らないといけない。それだけだった。私には弟しかいなかった。あ、もう近づいたらダメなのか。友人も。あ、なんかチカチカしてる。ここで何？え？なになに、サイレンみたいになってますが、おーい、自転車の錠の鍵大丈夫、生きてるとか、え、消えた牛の鳴き声みたいな感じだったね。行くかってね。あれ読んだらもう終わっちゃうんで、最後のテープレコーダー入れていきましょう。はい、お願いします。トナコの闇。弟は熱く燃え、姉は青銀器を吐く。トナコには何もできぬ。一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。あそこに見えるは怪物か。マネコートも動きはせず、身についつらは面影をも見せる。もしかして出とけばいいとかじゃない？これ。まさきはこれを読んだから死んだに違いない。あの書にどんな力があるのかわからないが、調べてもらう必要がある。あの紙を明日警察へ持っていこう。もうそうし、今日はひとまず家に帰った方がいいな。ああ、家に帰れる。いや、ってことは来るでしょ楽しみですね。あれ、ある朝、北川まさきの兄の一つのテープを持ってきた。これを聞けばまさきの死の理由が分かるはずだと言って、俺はその場でそのテープを なんとか男と一緒になんとか男、いくら再生しても何も流れることなく、そのテープで何も録音されていなかった。佐田岡、このあずは真央とブツブツ何か独り言を言っているかと思えば、急に一枚の紙を渡してきた。この紙を声に出して読んだからまさき死んだんだ。本当はテープにはそれを裏付ける録音が入っていたんだと。紙を受け取ると、直次は急いそうと帰っていった。真剣な目ではあったが、警察をからかっているのか。こんな紙に書いてあるような詩一つ読んだだけで人は死ぬはずがない。もしそんなことが本当に起こるとしたら、たまったもんじゃない。紙をじーっと眺めていると、後輩がやってきた。先輩、何を見てますか？いや、なんかこの詩を声に出して読むと死ぬんだとよ。え、
迷信なんなんかすか先輩、そんな本当に信じてんすか。やははは、先輩読んでみてくださいよ。そう言われたか、なんだか読む気にはなれなかった。もちろん信じてなどいないが。先輩怖いですか。なら俺が読みますよ。笑いながら後輩は紙を手に取った。一気に全て読んでしまった後輩。その間何も起こることはなかった。何かが起こるとは思ってもいないが、少しホッとした。何も起きなかったら、やっぱいたずらだったのかも。そう俺が言うか言わないかの時だった。急に悲鳴を上げ、後輩は倒れてしまった。後輩はそのまま帰らぬ人となってしまった。そして気づいた時にはあの紙もなくなっていた。あの死は一体。ほう、はい、ということでどうだったでしょうか。深夜放送怖い場面集&新エンディングですね。もしかしたらもう一個エンディングあるんじゃないかなって思いますけどね。最後のあの、最後っていうか一番奥の方のあの意味の不明な家、そう、あれが何ができるのかが全く情報がなかったですね。うん、あそこ何か、何があるのか知ってる人いましたらコメントでくれると嬉しいです。ということで深夜放送もこれで終わりになるかな。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。